おはようございます。今日は土曜日で、お休みでございますけれども、そんなことでですね、朝から本を読んでおります。やはり読書はね、いろんなこう自分の気づかない内面的な心をですね、ある意味で発見させてくれる大事な要因かなとつくづく思っております。その心理学的な本を読んでいたんですけれども、やはりこういろいろとね、こう生きてこの社会の中で生きていくためには、人間関係とかね、いろいろな要素要因があってですね、やはりこう自分自身の感じ方、考え方とはね、うまくいく部分もあるけれども、なかなか自分だけの都合では基本的には成り立たないですよね。それで何が発見したかと言いますとですね、やはりこう、人間のその不安感ってありますよね。誰もこう生活に対する不安感だとか、個人的な部分に対する不安感だとか、もろもろいろいろあると思うんですけれども、結局はですね、こう詰まるところ自分自身のこの気持ちの問題なんだと思うんですよね。それでその気持ちがですね、何て言うのかな、こう自分のこの一つの枠っていうんですかね、殻っていうのか、自分のその枠の中に大体はこうはまってて、その枠からなかなかこう価値観としてね、なんていうんですかね、こうその枠の価値観にこだわるっていうんですかね、そういうこだわるような、傾向があると思うんですよ。でもやはりいろんな悩みだとか、もろもろ前に進むためにはね、そういうこう自分自身のその枠にはまってるっていうことは、なんでそうなってるかっていうと、多分勇気っていうんですかね、挑戦っていうのか、何かにこう怯えてるっていうのか、だからそういうその不安の要因がたくさんあるんだけれども、それにこう立ち向かって、とにかくこう勇気を持って踏み出さないと良くないと思うんですよね。で、たまたま家の中のこの壁紙の模様がね、普通はなんとなく、花柄模様なんだなっていうふうに思ってたんですけれども、ふとね、今朝この本読んでたらね、その花柄模様がね、ただこう綺麗だっていうんじゃなくて、この花柄によって気持ちがね、こう潤い、気持ちの潤いを与えられてるっていう。やっぱりこの花柄がすごくこうね、こう自分の気持ちに何て言うのかな、勇気を与えてくれてるっていう、そういうことが気づいたんですよ。普通はね、綺麗な花柄なんだなというふうに平面的に比較的見てたんですけれども、そうじゃなくて、その花柄が自分の心にこう呼びかけてる。で、またね、こっちの心、こっちの心が気がついたから呼びかけてるっていうふうに感じたのかもしれないですけれども、やはりそういう一つのね、気持ちの在り方で、いろんなこう人と接し、仕事でいろんな関わりがあり、個人的な趣味とかもろもろあると思いますけれども、こうベースは一緒ですので、そういうこう、優しさ、どんな人でもいい点がありますので、そういう人のいい点をに気づく、
気づけばその人のいい点が分かるから、逆に欠点がどうだこうだっていう形ではなくなると思うんですよね。それでまあ音楽の、まあ制作、まあ芸術なんでもそうだと思うんですけれども、この物事をやっぱりこうなんかこうね作り上げていく、まあ芸術が生まれる原点というのは、まあ、こういう心のやはり在り方があって、その在り方を果敢に挑戦する、この在り方とその前に踏み出す挑戦するということがとっても大事で、これはまあ芸術とかだけじゃなくて、我々人間が、生きていく上で非常に大事なことだなというふうに、なんか今日ね、休みで、まあ台風が、来るような気配ですけれども、ちょっと落ち着いた感じだったもんですから、まあ、本を読んでて、なんか痛切にそんなことを感じました。ありがとうございます。